どうも、なりちゃんのタコです。お久しぶりです。今回は日本酒の動画を撮るんですけども、ちょっと変わった動画にしようと思います。皆さん、コロナで宅飲み増えてませんか？そして宅飲みで増えた日本酒残ってませんか？その残ったお酒を使って今回はカクテルを作ろうと思います。今回使う日本酒なんですけども、こちらです。こちらなんですけども、鳥取県の地酒、室賀生原酒の高勇ってお酒です。2月に家飲みしたんですけども、すごく美味しかったです。香りも良くて、でやっぱりこの新酒のこのフレッシュな感じもあって良かったんですけども、どうしても一人だと飲みきれなくて少し残ってしまいました。でこちらを今回使って作っていきます。この特に生酒っていうのが書いてあると思うんですけども、生酒っていうのがとても日持ちしづらいお酒になります。で後ろに書いてあるんですけど、洋冷蔵なんですね。ですけど冷蔵庫に入れててもどうしても香りが悪くなります。で悪くなることを日本酒の用語でひねかとかひねるって言います。ですのでこのまま飲んでしまっても美味しいのは美味しいんですけども、やっぱり少し香りが落ちてしまったということで、これを使っていこうと思います。ではこのお酒を何で割っていくかと思う理由と、今回はこちらのお酒で割っていこうと思います。期間限定のほろ酔いの夏みかん味です。ただこのお酒じゃなくても全然いいです。どちらかというとジュースでもいいです。ただ先ほど言ったんですけど、香りが悪くなっているので柑橘系のお酒もしくはジュースがいいと思います。その中でも柚子とか夏みかん、やっぱり和風の方が日本酒の相性はいいかなと思って、ちょっと今回このお酒を見つけたので、こちらでカクテルを作っていこうと思います。はい、では作っていこうと思います。まずグラスに氷ですね。割合なんですけども、今回は度数が3度で、こちらの度数が17度ぐらいありますので、お酒を3で、ほろ酔いを7ぐらいの量で入れていこうと思います。でそうすると度数が 6% ぐらいになるので、ちょうどビールぐらいの度数に落ち着きます。これぐらいですかね。上の方が広いグラスなので多分これぐらいになると思うんですけども、で一回ちょっとこれ混ぜてあげます。まあどこの家庭でもある、やっぱマドラーってやっぱないので、一般家庭にも多分あると思うんですよね。カニフォークです。このカニフォークを使ってくるくるっと混ぜて、でほろ酔いを開けます。まあ、ほろ酔い夏みかん、夏みかんとか大切ですね。いや美味しそう。で最後にしっかり、どこの家庭にも多分あると思うので使ってください。じゃ完成です。じゃ飲みます。これは最高です。というこのほろ酔い夏みかんが美味しいのもあるんですけども、やっぱこれだと少し度数弱い人もいるんですよね。そういう人にはやっぱ日本酒、特にやっぱりこの日本酒もお米できているので甘みがあるので、優しい甘みに変わります。これは本当抜群ですね。これからの時期にいいと思いますし、ぜひ残っているお酒があれば作ってみてください。ご視聴ありがとうございました。